こんにちは、タクプロです。こんにちは。さあ、始めていきましょう。アラカンの果て。タイトルが変わった。アラカンの向こう側、やっていくわけですけども。まあちょっとね、どんな感じでトレーニングを組み立てていこうかなっていうふうに考えてるんですけど、この先予定しているものって何かありますか？ですね。レースとか。テストがないと勉強しないタイプなので、テストがいっぱいあります。どにゃ。4月は、はい、チャレンジ富士五湖100キロ。お4個を回るコース で5月が黒部名水で、6月にちょっとこれまた変わった大会ですけども、はい、富士山一周ウルトラウォーキング、これ走っちゃいけない、お歩く、はい、これほぼ20何時間ですけど、まあ、丸1日以上、はい、徹夜で歩くってやつですけど、え、はい、何キロですかこれ。125キロ。おウルトラウォーキングの中でも一番厳しいって言われてるやつね。ウルトラウォーキングってあるんですか？初めて聞いた。これ、今回出るの3回目です。今までウルトラウォーキング、中山道とか、琵琶湖の方であったのが、伊吹山一周だったかな。はい、もう一つ6月に、越後トレイルだったかな。はい、トレランの63キロの大会があります。一番短い距離でフルマラソンです。ちなみにRPJ に、はい、入るとこういうのやらされるんですか？いや、すごい。入った最初はとりあえず名城公園で半分ウォーキング、半分ジョギングっていうぐらいから入りますので、ご心配なく。その果てにもしかしたらそういうのが待ってるかもしれない。やりたい方はそこまで。めちゃくちゃレースあるじゃないですか。ありますね。まあまあでもそういうの置いとかないとモチベーションがそうするあれですもんね、はい、まあまあでもちょっと自分がイメージしているトレーニングプランにとっては別にマイナスではないかなと思うので、これは予定通り出ましょう。はい。で、まあ、マラソンを今シーズン自分も結構いっぱい走ったんですよ。で、記録も少しずつ更新できてきて、マラソンってこういうスポーツだよねみたいなものが、まあ、こういう練習が必要だよねみたいなものがより明確に見えてきて、やっぱり大事だなって思うのが、1ヶ月でどれぐらいの距離を踏むかって結構大事なんですよね。実際自分も1ヶ月で800キロとか、走って、その状態でマラソン出たらやっぱり最後の持ちが違ったりするので、やっぱりね、走行距離って大事だなと思って改めて自分も感じたので、中ちゃんにも最初の、タックプロからの指令はですね、月間走行距離をしっかり踏みなさいというのをやっていただこうかなと思っております。ちなみにここまで、まあちょっと半年もうちょい前ぐらいまで遡ってみて、どれぐらい月間走行距離踏んでますか？1年前からいくと、はい、5月に351、6月262、はい、7月184、はい、まあ、夏場なので下がって、あ、はい、8月105、はい、順調に減ってますね。順調に減ってます、はい、9月がなんと 27.8。 松本ショックという、松本マラソンが中止になって、あの有名な松本ショック暴落しました。松本ショックで、その後トレランの大会が入ってたので持ち直して、はい、10月291、11月が262、12月242、1月223、2月205、ギリギリ200ですね、うんうんうん、で3月267、おということで、ちょっと持ち直し傾向。あ、まあ、じゃあ最近は割と松本ショック以来、松本ショックで暴落して以来だいたい250前後ぐらい、ね、踏めてる感じですかね。200から250の間、そうですよね、感じですね。まあ、今後またなんかなんとかショックが起こったらまた大暴落あるかもしれない。なんでこのタクプロ道場に入ってれば、なんとかショックも、あ、確かに、生まれるんじゃないか。確かに、私の存在で、そうそう、そのショックを、ね、打ち消せればとも思いますので、まあ、やっぱり記録が出なくなってしまった原因は、このやっぱね、月間走行距離の不安定さっていうのは絶対あるんですよ。はい、やっぱりね、マラソンを走る上で、しかも 3.5 をやっていて、もう一回 3.5 やりたい、もっと上を目指そうと思うと、250だとね、やっぱ足りないと思うんですよ。なので、4月は400キロ踏んでください。400キロ頑張ります。今までちなみに過去最高で1ヶ月踏んでるのってどれぐらいですかね。350が多分一番踏んでるぐらいだと思います。
なので、まあ、1回350、まあ、ちょっと前だとしても踏んでるんで、まあ、400はいけるかなと、まあ、あとは、まあ、体が強いタイプだと思うので、まあ、そんなに怪我の経験もそこまでないということなので、まあ、いけるだろうということで、4月は400踏んでください。で、5月450。頑張ります。月間走行距離が減っていくのが中ちゃんの特徴ですけど、上げていきましょう、ちゃんと。すいません。400、4月踏んで、5月は450。で、6月500。500、400、450、500という感じで4、5、6でしっかり踏みましょう距離を。これが最初のミッションです、はい、でそれをやりながら、一応今のところ6月まで大会エントリーされているので、まあ、それを出ながらで大事なのは例えば6月だと500踏まなきゃいけないわけじゃないですか。で500踏みながらレースに出るということはレースで負荷を強くかけすぎてでその結果次の日走れません、その次の日走れたけど距離が伸びませんみたいな感じだと月間走行距離絶対500追えないんで、なので500を追うためにはこのレースはこれぐらいのダメージにしといた方がいいよねっていう考えで、うん、とにかく決められた月間走行距離を何キロ走るかっていうのが第一優先で進めていきましょう。おそらく普段今まで最近走っていたジョギングのペースよりもおそらくペースを落とさなきゃいけないし、このフロックのレッスンでやっている練習の、設定タイムもやっぱりいつも追い込んでいるラインでやってしまうと次の日の月間走行距離に響くので、なので、ここでやっているトレーニングの質はもう一度落とさなきゃいけないしという感じで、とにかくトレーニングの質は落としてもいいから月間走行距離を膨らませるというのを4、5、6やっていきましょう。ちょっと前までの中ちゃんの練習を公園でお見かけしていると結構なんかインターバル系ヤスと800とかやってましたよね。まあここフラットなんで、あ、うん、いつも追い込んでるなっていう感じがあったと思うんですけど、やっぱりそういう練習って10キロとかハーフマラソンぐらいのに向けてのトレーニングとしては結構効果的なんですよ、うん、でもやっぱりフルマラソンってなるとそういうトレーニングでガッとやることによって月間走行距離に影響してしまうとマラソンのトレーニングと考えた時のトレーニングの質って低下するんですよ。だからもうちょい1回かのトレーニングの質を落としてもいいから月間走行距離しっかりやっていくというので土台をしっかりこの4、5、6でドーンと作ってで夏のトレーニングに入っていくという流れでいきたいなと思っております、はい、なので大暴落しないように。とにかく怪我をしないようにしっかり距離を踏んでいくというのが大事かなと思います。それをやるためにはちゃんと今日のトレーニングをしながら10日後のトレーニングのことを考えながらやらなきゃいけないんですよ、うん、あ、今日ここでもうちょい頑張ってやりきった方が今日の夜のビールが美味しいから頑張ろうみたいな考えでトレーニングしちゃうと今日が頑張って気持ちよかったけど続かないってなってしまうので、ちゃんと1ヶ月を1ってするんですよ。トレーニングは一個一個の今日のトレーニングか明日のトレーニング、これが1、1、1、1じゃなくて1ヶ月で1、1ヶ月ちゃんと月間走行距離を目標の月間走行距離達成できましたよねって言ってこれで1達成みたいな、そんな感じで積み上げていきましょう。はい、ということで、最初の中ちゃんのミッションは今月400キロ走ってください、はい、まあ、ちょっとこの様子を追っていきたいと思いますので、とりあえず中ちゃんは4月400キロ走ることができるのか、まだまだ限界の入り口ですね。ここで荒川の限界は限界400キロいかず375キロでしたみたいな感じにならない、はい、頑張ります。頑張ります。